どうも皆さんこんにちは。 FX 専業トレーダーの翔太です。今回の動画からですね、ちょっと新しい試みをちょっと始めようと思うんですけども、相場展望の動画もお届けしようと思うんですね。で、日々の相場展望の動画をお届けすることで、ご自身のね、相場感というのを着々と身につけられるかなとも思いましたので、なので、アップしようと思いました。で、主に、お届けする通貨ペアはですね、ドル円、ユーロドル、そしてユーロ円、この3通貨の、相場展望をですね、お届けしようと思っております。僕自身ですね、ポンド円が実は一番大好きで、やっぱボラがね、すごいやっぱ大きいし、値動きがね、激しいんで、その分たくさん利益が取れますんで、僕はよくやってる、通貨ペアなんですけども、なんでポンド円をやらないかというと、やっぱり結構やっぱ上級者向けの通貨ペアだと思うんですね、ポンド円自体が。なんでやっぱその初心者というかですね、トレードに慣れないうちに手を出すべき通貨ペアではないと思いましたし、ドル円、ユーロドル、ユーロ円っていうのは比較的やっぱたくさんのトレーダーの方々がやっぱやる、通貨ペアだと思いますので、なんでそういった思いも踏まえてのこの3通貨です。で、今回の動画はですね、ドル円の、相場展望の動画にします。で、いっぺんに一つの動画にまとめるのではなく、通貨ペアごとに動画を分けて、動画の方を作りたいと思います。その方が見やすいかなと思いましたので、そうします。では、早速始めていきます。相場展望の、主なやり方としては、大まかな動きをですね、日足や4時間足をベースとして、大まかな、今日というか、その今週の動き、今週、その買い目線だったらこういう感じで動くかな、売り目線だったらこういう感じで動くかな、みたいな。そういった感じの、相場展望にしていけたらと思います。その5分足とかね、その1分足とか、そういう短い時間足をベースとした、相場展望をお届けできなくもないんですけど、そうなっちゃうとかなり細かいことになっちゃいますし、多分その動画をご覧いただいている頃にはもうその使えない、もう終わってるようなその情報をになる可能性が大かなと思いましたので、日足、4時間足といった、長い時間足をベースとして、そういった相場展望にします。で、まずですね、ここから、このようにね、トレンドラインをね、引いて、で、ここからこのように持っていくとチャンネルラインがこのように引けるわけなんですけども、もうちょっとこっちの方がいいですね。このように引けるわけなんですけども、今一回ね、この何日でしょうか、7月21日でこの上髭でチャンネルラインにね、こう一回当たってっていう感じですよね。この後また下がって、そして本日の7月25日、このチャンネルラインもう一回試してくるのかっていうところですよね。それとも、このまま落ちるのかっていう感じなわけですけども、もしその買い目線で考える場合ですね、買い目線で考える場合はですね、やはりこの、チャンネルラインをですね、上抜けてくるのか上抜けてこないのかっていうのが、まず一つの鍵となりますよね。で、仮にこのチャンネルラインをですね、こう上抜けてきたとしてもですね、このすぐ上にですね、この7月21日のこの上髭のこのライン、107.512、107.454あたりですかね、この上髭のこのライン、ここで抑えられて落ちてくるということも考えられますので、安全に行きたいのであれば、この 107.454 ここを超えて、さらに押し目を作って、107、もう一回この上髭のところで上昇してくるようだったら、ここでこう買いを入れると。まあ言ったら、まあここから、まあ、多分今日ね、このチャンネルのラインにタッチするっていうのはちょっと考えにくい気もするので、例えばこの次の日とかですね、もうチャンネルライン突破してですよ。で、もしかしたらここでこう細かい、短い時間足、5分足とかで見たら、ここでちっちゃいリテストをかけて、来るかもしれない。で、こう上昇するかもしれないけども、結局この上にこのね、先ほどの上髭があるから、ここでまたこう再度反発して、で、こうまたこう上がってくる。で、ここから反発する。で、この値、この上髭のね、ここ持って反発するようだったら買い。でも、ここからまた落ちて、このチャンネルラインで反発して、こう上がってくる可能性もありますよね。で、どちらにしろですね、まあ、買いで考える場合、今週中にどこまで上がりそうかって言ったらですね、今週中に、まあ、この陽線あります。あ、陽線じゃない。この陰線ありますよね。この陰線のこの始め値の、108.890 か。108.890 もしくはこのひげ先の 109.127 ここら辺ぐらいまで今週中上がってきてもいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、例えば来週とかね、もしかしたらこのここですよね、この陰線のこの始めね、111.088 から 111.348 ぐらいまで上がってきてもいいのかなみたいな、その来週あたりですね。今週中にこの 111.348 ぐらいまで目指してくる可能性も十分、まあ、それは考えられなくもないです。まあ、相場っていうのはね、誰しもがその予測できないことっていうのがやっぱ起きるものなのでね、もしかしたら今週中ここまで来るかもしれないですけども、個人的には、今週中にここまで来るっていうのはどうなんでしょうねっていう、そういう感じですね。まあでも、買いだったらまあ、最低でもここまではね、来るんじゃないですかね、今週中に、絶対に。絶対にって言っちゃいけないですね。うん。まあ、きそうな気がします。買い目線だ。で、売り目線の場合ですね。売りの場合はですね、まあ、そのどっちにしろですね、ここでこうダブルトップをね、こう作ってほしいんですね。どっちにしろというか、売り目線の場合は。なので、ここで、例えばこう今日ですね、このチャンネルのラインを試してくるかどうかわかんないんですけども、個人的にはこう次の日とかにですね、まあ、次の日の足でチャンネルラインを例えばこうタッチしてきたとして、例えばこの 107.166 付近、まあこの辺ですね。だから今、わかりますかね。このカーソルあたり。このカーソルあたりで、こう、まあ、また上髭で戻されて、で、ここから次の日の足で、陰線とかこうやってね、こう作ってきたとします。そしたら、まあ、ここの、すいません、消えましたね。まあ、ここにこう、まあ、ダブルトップのその右肩ダブルトップの、右側の山のてっぺんの、まあ、ひげの先端があるわけですね、このカーソルのところに。そしたら、教科書通りではですね、ダブルトップって、この高い方のこの値幅分、山の高い方のこの値幅分下にこう落ちてくるっていうような説明する人が多いんですけど、僕の場合はもっとこう堅実的にいきますんで、この肩の山、あ、肩じゃない、山の、小さい、山の低い方の値幅分落ちるんだよっていうことを考えると、大体、ここの、陰線ありますよね。この上昇のこの一旦の戻し、この上昇のこの押し目の分ですね、こう上がってこの陰線のこのひげ、ここにその値幅分がちょうどこう考えると値しそうな感じがしますよね。ちょうどこの値幅、この次の日ぐらいで考えると、この値幅分ぐらい。大体イメージつきますかね。連想できますかね。ここにこう、ひげで戻された陽線みたいなのが、こう見えてきますでしょうかね。これ、見えてきますかね。これね。で、この次の日の足でこう陰線ができて、で、要はこういうふうにダブルトップができてるっていう、そういうイメージがつかめますでしょうか。こういう妄想を抱くというか、っていうのがすごい、結構ね、重要なんですね。FX って、FX というか、まあ、株でも、バイナリーでもそうなんですけど、こういう妄想を抱くのってかなり大切で、こういう形でダブルトップできるんじゃないのかな、みたいな。で、こう想像してですね。で、だったらこの長さ分落ちてくる。で、こうやって 逆算すると、ちょうどここの、ひげ先ぐらいになるな、みたいな。っていうのをこう、まあ、想像するのは結構ね大切なんですね。なんで、まあ、この辺までは下がってくるかなみたいな、今週中に 103.849 あたりですね。まあ、こういう感じで僕はこう、まあ、相場をこう、まあ、予想というかね想像したりもします。ただこれはあくまで想像ですので、その通りに動くわけではもちろんないですよね。ただこういうふうに先を想像することでトレードがねしやすくなるんですね。目標ラインとか長い目で見た目標ラインを定められるようになるんで、結果的に僕はね今 DL マーケットの方で販売している、昇太式5分足オリジナル FX トレード必勝法のまあ、トレードは、まあ、もちろん5分足を軸にやるんですけど、まあ、トレードロジックに従ってトレードをする場合でも、まあ、買いエントリー、大まかに今のこの相場が長い時間足で見て買い優勢なのか売り優勢なのかっていうのを、大まかに、こうやって想像しておけばですね、想像というか、まあ、予想しておけばですね、その流れに従ってやっぱり大きな時間足の波の動きにはやっぱり短い時間足は逆らえないわけなんで、長い時間足で、もし買いが優勢なら買いロジックをですね5分足でやっぱ仕掛けていくべきだし、長い時間足で売り目線が優勢なのならば、売りのロジックに従って、5分足でこうやっていくっていう、そういうスタイルなわけですね。はい。なので、まあ、ぜひですね、まだ、執行足、まあ、言ったらですね、5分足とかって、まあ、執行足になるわけじゃないですか。エントリーをする際の。エントリーを執行する際の、型がね、型というか、まあ、自分の武器というかね、それがまだこう、定まってないと。うん、そういう方はですね、まあ、ぜひ、参考に、僕の FX 教材ですね、参考にしていただければなと思います。やっぱりエントリーの細かい部分ですね。やっぱり、まあ、5分足とかって結構プライスアクションとかね、そういった部分とかまあ細かい説明をですね、やっている情報商材とかですね、まあセミナーとかね、まあ、僕まだFX で全然稼げなかった頃にたくさんまあ、買い漁ったりとかねセミナーに参加したりもしましたけど、やっぱね結局重要なのってね短い時間足でエントリーとかする際の細かい部分だったりもするんですよね。最終的に重要なのってだってねいくらこう日足とか4時間足ベースで、まあ、今回の相場展望のようにですねある程度のこう想像ができたとしてもですね、結局エントリーする際は5分足とかだったりするわけじゃないですか。でそうなった時になんて言うんだろうな、結局その意味の分かんないところで中途半端なところでエントリーしちゃってね、でこうかなりこうぐずついてポジションをこう結構長く保有しちゃったりとか、思い通りに動かなくてエントリーしたけどレンジ形成してみたいな。で結構時間が経ってやっと決済みたいな。別にそれでもいいとは思うんですけど、ストレスたまりますよね。どうせだったらこうスッと下がってくれるようなもうある程度このラインまでは絶対下がってくれるだろうっていう、そういうその優位性の高いような短期決戦できるようなところでやっぱなるべくエントリーしたいじゃないですか。でそういうところをねこう掴むなかなか最初のうちって掴めないと思うんですね。こっからスッと落ちてくるかなって思ったけど、思って再エントリー仕掛けたけど結局ぐずついちゃったとか、そういうこと多いと思うんですね最初の方。なのでそういうストレスのたまらない精神的にも楽にで、なおかつそのもうかなり優位性のあって、安定的に利益を取りたいという、そういったトレード手法をですね自分自身結構研究して。一つのコンテンツとして、販売させていただいてますので、ぜひ、参考にしていただければなと思うんですね。この動画の下の概要欄の方にですねリンクの方を貼っておりますので、よければ参考にしてみてください。きっと、かなり勉強になるかなと思います。もちろん僕がね、日々こうやって YouTube で発信している情報などもですね、同時並行で勉強していってほしいなと思うんですね。無料だからといって決してその適当なことをですね僕自身発信するつもりはないですし、僕の FX 動画とかを通してですね本当に上昇トレーダーになっていただけたら僕自身本当に嬉しく思っておりますので、本当にあなたがねFX で早く一人前になれるように僕自身、サポートの方、させていただきたいなと思っておりますので、これからもよろしくお願いします。というわけで結構その相場展望からですね話が逸れちゃったんですけども、今回の相場展望、ドル円の相場展望以上になります。ユーロドル、あとユーロドルとユーロ円ですね。いやー、結構大変ですね。大変なんですが、今回ちょっと初めてなんでね、相場展望、ちょっと長く語っちゃってますけど、ちょっと次回からですね、もうちょっとコンパクトにやっていこうと思います。はい、というわけで、翔太でした。ありがとうございました。